鎌田正樹は秋田県秋田市出身の元プロ野球選手。秋田慶宝大附属高校3年時に第78回全国選手権に出場。この時のエースは金沢博和で鎌田は2番手だった。全国選手権では初戦でハサミ高校に敗れている。卒業後は早稲田大学へ進学。2年の春に AS となり、3年春のリーグ戦で優勝に貢献し、ベストナインに選ばれる。大学選手権では、初戦完封し、決勝は先発したが、秋田北中時代の1年後輩、石川正則と投げ合って敗れた。また、1学年上の藤井修吾とともに、日米大学野球の日本代表に選ばれた。東京六大学リーグでは、通算54試合登板。 13勝17敗、防御率2.40、231奪三振の成績であった。2000年度ドラフト会議にて、ヤクルトスワローズから2位指名を受け、入団。同期入団には、坂本屋太郎、畠山和弘らがいる。前述の石川正則も翌年入団。ルーキーイヤーの2001年、4月3日の対巨人戦で、一軍初登板を果たす。 9月26日の対中日戦で初先発を果たし、初勝利を挙げる。8試合に登板し1勝0敗、防御率0.59の内容であった。2003年は2冠風を含む6勝を挙げて先発ローテーションに定着する。しかし2004年は前年の活躍から期待されたもののわずか1勝、防御率も6点台と不振に陥る。 2005年は、プロ入り初の一軍未登板に終わる。2006年、一軍登板復帰を果たしたものの防御率は5点台だった。2007年は、開幕前に、右肩鍵盤不全断裂という負傷を負ったものの、シーズン途中に復帰し、主に中継ぎとして22試合の登板ながら、防御率1点台と復調の兆しを見せた。2008年、二軍で抑えとして、結果を残し、 一軍では中継ぎとして16試合に登板するも、再び防御率6点台を記録。期待される投球はできなかった。2009年は、一軍での登板数は9試合にとどまり、活躍はできなかった。2010年は二軍スタートのまま、6月14日、渡辺久志寿との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。背番号は渡辺がつけていた34。 途中移籍したものの、結局2005年以来の一軍当板なしに終わった。2011年も一軍当板はなく、10月9日に戦力外通告を受けた。2012年、中華職業棒玉大連盟、統一セブンイレブンライオンズに入団。先発ローテーションに利し、開幕から11連勝を含む16勝を挙げ、勝ち投げ王のタイトルを獲得。 ベストナインとゴールデングラブ賞に選ばれた。しかし後半戦の内容が悪かったことや、台湾シリーズで結果を残せなかったことで、2012年、限りで対談となった。2013年、年明けに再契約のオファーも届いてはいたが、本人のブログにて、現役引退を表明し、4月から会社員として、勤務を開始した。同年7月14日、統一からの招待で、台湾、 台南にて引退セレモニーを実施した。150キロ近い直球にカットボール、中央2種類のスライダーとチェンジアップ、カーブが武器。デジタルメディアやアニメ鑑賞が趣味であり、アイキは2003年頃から HDD を交換しながらも使い続ける Mac と iPad。バス移動が、ほとんどの台湾では、車中、ダウンロードした音楽やアニメで時間を過ごしてきた。お気に入りは、 公共紙幣にエウレカセブン、ありがとうございます。